こんにちは、林です。いや、最近ですね、ちょっと肌寒い季節になってたんですけれども、まあ、またですね、暑さが戻ってきて、まあ、残暑の夏になってきたかなというふうに思ってます。こんな感じで暑い季節が続くと、まあ、いくらねコーヒーが大好きな僕でもホットコーヒーよりアイスコーヒーの方がね、やっぱり飲むんですよね。で、アイスコーヒーっていうと、水出しで出すコーヒーとか結構有名で、うちにもですね、水出しコーヒーメーカーあるんですけど、まあ、1年間ぐらい使ってみた結果、僕が思うのは、水出しで飲むコーヒーよりかは、やっぱりドリップで抽出したアイスコーヒーの方が僕は好きだなっていうふうに思ったんですよね。水出しのコーヒーって酸味が結構強くて、さっぱりとした味わいなんですけど、僕どちらかというとコーヒーのこう苦味というかコクの方が好きなんですよ。まあ、だから結局セブンとかのコーヒーって結構コクがあって深みがあって苦みがあって美味しいじゃないですか。そっちの味を好むようになってたんですけど、でもやっぱりね、毎日コンビニに行ってあのコーヒー買うってなると、まあ2杯3杯買うとね、200円300円とかするじゃないですか。それって結局出費としてはもったいないなっていうふうに思いましたので、今回ですね、水出しではなくてドリップから抽出するアイスコーヒーメーカーを買いました。はい、それがですね、こちらです。無印ではないんですけど、これめちゃめちゃコスパ良くて、ハリオっていうところから出ているアイスコーヒーメーカーになります。なんと価格が Amazon で1127円でした。安っって思いますよね。アイスコーヒーメーカーって確かにおしゃれなものだと5000円1万円超えるものってあるんですけど、さすがにちょっとそこまでお金を出す勇気はなかったのと、動画で紹介したかったので手軽に買えるものが皆さんも買えるだろうってことで、今回これ買って、で実際に1回使ってみたら本当に美味しいアイスコーヒーが抽出できたんですよね。まあ、なので今回はこのハリオのアイスコーヒーメーカーを使って実際にね、コーヒーを抽出していく様子だったりとか味っていうのをちょっとね、皆さんにお伝えしようかなと思います。あと余談なんですけど、僕実はボイシー始めました。まあ、もともとですね、音声メディア興味あってボイシーの審査何度か通してたんですけど、まあなかなかあれ受からなくてですね、ボイシーの審査って、まあなんですけど、たまたまですね、偶然一昨日ぐらいかな、ボイシーの担当の方から、林さんもぜひボイシーやりませんかってことで、逆にですねオファーをいただきまして、速攻でチャンネル作ることができて、もう早速2本ボイシーも上げてます。まあなので、この動画の概要欄にはまずこのアイスコーヒーメーカーのリンクと、あとボイシーのリンクですね、もうちょっとでフォロワーさんがボイシーも200人ぐらいいきますので、ぜひね、ボイシーでは昔サブチャンネルで話していたような内容ですねを語っております。まあ働き方とか生き方とかですね、発信してますので、ぜひボイシーもですねチェックしていただきたいなと思います。まあ、ちょっと話は逸れてしまったんですけれども、まあ、今回はこのハリオのアイスコーヒーメーカー早速レビューしていこうかなと思います。はい、ってことで今回ですね、買ったのがこちらのハリオっていうところから出ているアイスコーヒーメーカーになります。僕が買った時は Amazon で1127円で買いました。定価がですね、確か2100円だったんですけど、まあ、定価よりもめちゃめちゃ安く買えたっていう感じになってます。で、実際にもう箱からですね、本体は取り出してますので、ちょっとですね、もう早速本体をお見せしようかなと思います。はい、ってことで、こちらがですね、本体になります。まあ、それぞれですね、ちょっと分解しながら中身、お見せしようかなと思います。まず一番上がこれドリッパーですね。ここにですね、ペーパーフィルターを入れて、まあ、コーヒーをドリップしていきますと。そしてこれがですね、ペーパーフィルターの、まあ、土台みたいな部分で、で今回のアイスコーヒーの、メーカーの一番重要な部分がですね、これなんですよ。ここにですね、氷をたくさん入れて、まあ、要はドリッパーから抽出したコーヒーをここに流し込むことによって、まあ、急冷式でコーヒーを冷やすことによって美味しいアイスコーヒーが作れるっていう感じになっております。まあ、なのでこの中には、氷をたくさん入れるための、まあ、ケースとなっております。あとはできたコーヒーをですね、実際に飲む際に必要なキャップですね。このキャップ、これをこんな感じではめ込むと普通に、はい、ピッチャーになりますので、まあ、こんな感じでできたコーヒーは、これを例えば、まあ、誰か友達が遊びに来た時にはこのまま出せますし、まあ飲み切るのはもう当日中に飲み切った方がいいんですけれども、ちょっと冷蔵庫で、ね、保管する際には、まあ、このまま保管してもいいんじゃないかなというふうに思ってます。では早速ですね、まあ、今ここにあるコーヒーメーカーを使って、今回ですね、無印の豆から引いて、実際にもう豆は引き終わりましたので、まあ、早速ドリップをしてですね、まあ、どんな感じでアイスコーヒーができるのかっていうのをお見せしようかなと思います。では早速コーヒーメーカー使ってアイスコーヒー抽出していこうかなと思います。まずはじめにこちらの氷を入れる用のケースに、まあ、ちょっとさっき氷がなかったので6アイス買ってきました。ここに入れていきます。はい、
入れる場所は、まあ、ここですね。このコーヒーのこのくぼみがあるところまで氷を入れてください。そしてセッティングをします。そして次にはドリッパーを設置しますので、ドリッパー設置用のこのプラグと、あとドリッパーをここにセッティングします。あと今回のアイスコーヒーメーカーは専用のドリッパーがついてます。これなくなったらまた追加で Amazon とかで買えますので、まあ、その都度買っていただければなと思うんですけど、このドリッパーをこちらに設置します。はい、こんな感じでペーパーフィルターを設置しましたので、まずはねこのコーヒーのペーパーフィルターちょっとなじませるためにちょっとお湯を入れます。こうすることでコーヒーのね粉がですねきちんと抽出蒸らしやすくなりますので、まずここに水分を与えていくっていう感じですね。はい、まあ、だいぶですね水分がきちんと浸透してきましたので、さっきね無印の、 あの豆から引けるコーヒーメーカーで引いてきた豆を入れます。ここに、はい、今回使うのは無印のですねオリジナルブレンドの豆を自分で引いたものをちょっと使っていきます。そしてまずはですね豆を蒸らします。ちょっとこうお湯を入れていきながら、はい、程よく入れてまずは蒸らします。そして1分間待ちます。まあ、ここでこうガスが発生して、まあ、割と美味しいコーヒーが抽出できるようになるんですけれども、まあ、それをするためにまずは1分間ぐらいですねこんな感じで蒸らしていきます。では1分間経ちましたので、今からですね実際にドリップをしながら抽出をしていきます。まあ、ぐるっと円を描くようにドリップしていけばいいかなって思います。そしてこれの仕組みとしてはこんな感じで、まあ、豆自体はですねいつもより多くしています。やっぱりアイスコーヒーなので豆はちょっと多くした状態で抽出をしてください。そして抽出したコーヒーがこんな感じで氷の中を通っていくんですよ。これで急速に冷却されるので、まあ、アイスコーヒーの味を保ちながら急速で冷やせる。あとこれですね急速にアイスコーヒー冷やすために氷を入れてるんですけれども、やっぱりここにねコーヒーが通ることによって、まあ、味の鮮度を保ちながらアイスコーヒーが抽出できるっていうのが、まあ、このアイテムの魅力かなというふうに思ってます。結構ねやっぱやってみると思うんですけど意外と簡単なんですよこれ作るの。本当に自分の好きな豆を引いてアイスコーヒー抽出できるので、まあ、例えばコンビニコーヒーとかね買うなら、まあ、1回100円ぐらいすると思うんですけど、まあ、あれと同じ原理なので、もうそれがね自宅で楽しめるってなるとすごくコスパは高いんじゃないかなって思ってます。あと1000円でこれ買えるのね結構安いと思うんですよ。他のねアイスコーヒーメーカーはなんか5000円とかするものもあったんですけど、まあ、正直今回はお手軽に買えるっていうところを重視しました。まあ、皆さんもお手軽に買えるようにってもの、もちろんおしゃれなもの僕も好きなんですけど、まずは手軽に買えるものが理想だなって思いますので、まあ、これでも十分美味しいアイスコーヒー抽出できましたので、すごく、まあ、こんな感じで引き続きコーヒーを抽出していきます。ちなみにアイスコーヒーは後ほどメモリを見せるんですけど、ここにメモリが書いてあるんですよね。ちょっと反対側になるんですけど、そのメモリが4までいけば抽出が完了という感じになります。でもねここ触るとねやっぱ全然熱くないんですよ。本当に氷でねすごくもう急速に冷却をしてますので、もう全然熱くなってないですね。むしろ冷たいです。はい、ってことで抽出が終わりました。ちょっとドリッパーを外します。はい、実際に抽出終わったんですけど、大事なのはここですね、メモリ。ここが4のメモリが、これがアイスコーヒーの上限です。リッター数としては 500ml ですねのコーヒーがこんな感じで抽出ができるっていう感じになってます。あと氷がちょっとまだ残ってますので、あとはこれをちょっと溶かしましょうかね。まあ基本的にはこれで抽出は完了です。これで美味しいアイスコーヒーができてるっていう感じになってます。では抽出が終わりましたので、こんな感じで氷をたっぷり入れたグラスに注いでいきます。ちなみに注ぐ際はこんな感じでキャップ、付属のキャップがついてますので、これに取り替えると、まあこぼれる心配もなくスムーズにコーヒーを入れることができます。はい、まあこんな感じですかね。やっぱりねドリップで抽出したっていうのがあって、この透き通った色はしてますね。水出しのアイスコーヒーももちろん美味しかったんですけど、まあ、冒頭でもお伝えしたように水出しだと酸味が強くてまろやかなコーヒーになります。一方でドリップで抽出すると苦味とコクが楽しめるので、まあ、苦いコーヒーが好きだよっていう方は、まあ、今回買ったこのアイスコーヒーメーカーで抽出するのが非常におすすめですし、すぐに抽出ができます。やっぱり水出しの場合は 4,5 時間かかる、短くてもになるので、もうすぐに抽出できるのがこの魅力かなと思います。では早速飲んでみます。あの無印のオリジナルブレンドを使ったんですけど、若干酸味が残りつつもあのコクのあるコーヒーが抽出できました。これが水出しになると、まあ、やっぱりね
酸味がちょっと強くなって味はまろやかになると思うんですけど、まろやかさよりキリッとした味が楽しめるコーヒーが抽出できました。ちなみにこれ無印のグラスです。3つ入りでなんか800円ぐらいのやつなんですけど、これ買いましたので、やっぱね、ドリップで抽出したコーヒーは美味しいですね。まあ僕テレワークなので、まあ、今後コンビニに行かずにもう家でこんな感じでコーヒーを抽出して、まあ仕事をですね、頑張っていきたいなと思ってます。やっぱり自分の好きな豆で抽出できるっていうのがこのコーヒーメーカーの魅力だなと思いますので、Amazon で1127円ですね、僕が買った時にはその価格で、もうほんとめちゃめちゃコスパ高いと思います。これにフィルターもついていますので、もうできた瞬間からコーヒーの粉がある方は家でコーヒー楽しめますので、ぜひチェックしてみてください。 Amazon のリンクをこの動画の概要欄とコメント欄に貼っております。ぜひチェックよろしくお願いします。はい、ということで今回はこちらのハリオのアイスコーヒーメーカーですね。やっぱり結論言うとコスパ最高です。1100円ぐらいって美味しいアイスコーヒー抽出できるこのコーヒーメーカーがあれば、まあ、多分コンビニに行く頻度も減るだろうなと思いますし、作り方もめちゃめちゃ簡単で、まあ、作ったコーヒーはですね、ちょっと冷蔵庫で、まあ、短期間保存する、まあ、その1日中でもう飲み切るっていうのは大事だと思うんですけど、まあ、例えばちょっと冷やしておきたいっていうのも全然できるかなと思いますので、まあ、僕のようにこうテレワークを普段からされてる方、やっぱりねコーヒー大好きな方多いと思います。このアイスコーヒーメーカーがあれば短時間でサクッとアイスコーヒー作れますので、気になる方、この動画の概要欄に Amazon リンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ってことで今回は、アイスコーヒーメーカーハリオのものをご紹介したんですけど、まあ、普段は無印で買った商品レビューとかガジェットの紹介、シンプルな暮らしっていうのを発信していますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタン高評価よろしくお願いします。あとインスタもやってます。インスタもですね、無印のレビューはもちろんなんですけど、シンプルな暮らしだったりとか、あとリールの投稿とかもやってます。この動画の概要欄にインスタのリンク貼ってますし、無地、アンダーバー林で検索していただいたら多分出てきますので、ぜひチェックしてみてください。ってことで今日はですね、動画以上になります。また次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。